ルネサンス・佐世保三弾銃乱射事件は2007年12月14日に長崎県佐世保市名切れ町のスポーツクラブルネサンス佐世保で発生した銃乱射事件であるスポーツクラブ会員の男がクラブの施設内で三弾銃を11発発砲し男女計2人を殺害6人に重軽傷を負わせたこの事件の後犯人は自殺この事件では 銃規制の不備が指摘され、翌年、銃刀法が改正された。2007年12月14日19時10分頃、スポーツクラブ、ルネサンス佐世保に散弾銃を持った男 X が入店した。X はプールに直行すると無言で散弾銃を発砲し始めた。プールで小中学生を指導中だった女性インストラクター A は生徒を誘導して、 事務室に逃げ込もうとしたが、先回りした X は、水着姿の A に向けて、至近距離から発砲し、左脇腹に致命傷を負わせた。さらに、ロビー近くで犯行を制止しようとした男性 B にも、数発発砲した。A と B は、運ばれた病院で死亡が確認された。また、大人4人と、女子小学生2人が被弾し、重軽傷を負った。 X は発砲後裏口から逃走した。迷彩服姿、身長180センチメートル超という目撃証言から犯人はアメリカ兵ではないかという憶測もあったが、警察が目撃者や関係者から情報を収集した結果、佐世保市内に住む当時37歳の無職の男が被疑者として浮上してきた。連続発砲事件であったことから、 長崎県警察銃器対策部隊と福岡県警察サットが出動。警察が X の行方を追っていたところ、15日1時ごろ、X が所有する乗用車が発砲現場から約4キロメートル離れたカトリック・船越協会の前の道路上に止まっているのを発見した。車内には誰もいなかったが、三段銃二丁と空気銃一丁と迷彩服が見つかった。 警察の記録によると X は三段銃を三丁所持していることから警察は X がもう一丁の三段銃を携え付近に潜んでいるものとみて周辺の警戒と捜索に当たっていた十五日5時四十四分教会から発砲音が聞こえたことから警察が教会の敷地内を捜索したところ七時三十五分頃行方を追っていた X が三段銃を持ったまま 首から血を流して倒れているのが発見された。X はすでに死亡しており、警察は自殺と判断した。周辺住民の証言から、X の車は発砲事件発生から50分後の14日20時には同じ場所に泊まっていたことが明らかとなった。X はスポーツクラブで乱射した後、寄り道することなく、教会に来たものと見られている。 X はこの境界の信徒であった。左が三段、右がスラック段 X が犯行と自殺に使用した銃は、三連射可能な単身自動式の三段銃、ベレッタ AL391 であった。X の車内には、事件で使用されなかった銃三丁のほか、サバイバルナイフとガスマスクと、実砲、約2500発が残されていた。見つかった実砲のうち100発は、 通常の3弾より殺傷能力が高いスラック弾であった。実報はこの他にも X の服のポケットから180発、自宅から22発見つかっている。火薬類取締法が自宅保管を認める実報の最大数は800発であるが X はこれを大きく上回る約2700発の実報を違法に所持していたことになる。二千八年二月二日。 X は殺人等の容疑で書類送検された。3月5日、長崎地方検察庁佐世保支部は被疑者死亡を理由に X を不起訴とした。被疑者の男 X は1970年佐世保市内で生まれた。両親はカトリック・船越教会に通う経験な信徒であり、X も生後間もなく同教会で洗礼を受けている。しかし、 X は成人してからは教会に行くことはなかった。X は佐世保工業高校に進学。高校時代の担任教師は X について温厚だったと振り返る一方、ある同級生は X が黒みさに興味を示し不気味だったと語る。また、卒業直前には万引きで謹慎処分を受けていたという。X は高校卒業後、 名古屋と東京で職を転々とした後、佐世保に戻り水産会社や病院で働いたが、長続きしなかった。仕事のやり方で注意されると激高し、短期間で退職することもあった。事件の1ヶ月前に入社した防犯設備会社はわずか10日で退職していた。弁護士を目指し司法試験を受けていたが、4年連続で不合格となっていた。X は10に興味を示し、 2002年夏、初めて佐賀県都市市の銃専門店で銃を購入している。この際に購入したベレッタエール391を犯行時に使用している。X は2007年9月までに散弾銃3丁と空気銃1丁を購入しており、警察には射撃競技と資料に用いると届け出ていた。事実、X は一時、クレー射撃クラブに所属していた。 同じクラブのメンバーで X に銃を撃った鉄砲店主は X の印象を気がききれいに正しかったと話している。一方で X には気候も見られた。ある近隣住民は X が深夜突然トイレを貸してほしいと尋ねてきたと語る。この近隣住民は X の住所事許可取り消しを警察に求めていたが警察は X に先代の自主的な提出を 要請しただけであった。先代の提出要請には法的拘束力がなく、X はこれに応じることはなかった。X は安定した収入がないのにもかかわらず、父親の退職金を頼って浪費を続けていた。犯行の数月前には300万円の新車と40万円の漁船を購入していた。犯行直前には金融機関から百七十万円の借金を 抱えていたが、母親が生活費の援助を打ち切ったことから、返済のめどが立たなくなっていた。被疑者である X が自殺したため、動機の解明は難航した。当初は無差別殺人かと思われていたが、事件時たまたま客として、プールにいた女性インストラクター A の交際男性を押しのけ、他の人に目もくれず A を狙撃していることから、警察は最初から A を 計画的に狙った犯行と断定した。X は数年前からルネサンス佐世保でウェイトトレーニングをしており、殺害された A に一方的な恋愛感情を抱いていたと見られている。殺害された男性 B は、X とは中学時代からの親友であり、X にスポーツクラブに呼び出されて被害に遭った。X はこの男性の他にも複数の旧友をスポーツクラブに誘っており、 二階のプールを見下ろせる三階のギャラリーに行くよう携帯メールで指示していた。しかし、呼び出された男性たちは会員でないことから、三階のギャラリーに行くことができず二階のロビーで X を待っている間に発砲事件が起き、事件に巻き込まれた。B 射殺の動機について、警察は B が犯行を制止しようと試みたことに犯人が激高したものと断定した。後に、 B の生死行為は、警察官の職務に協力援助したものの、災害給付に関する法律、第2条が定める協力援助行為と認定され、遺族に給付金が支払われた。警察は、X が仕事に就けず借金返済もできなくなった、ことなどから、自暴時期となり、犯行に至ったと結論づけている。しかし、行為を寄せていた A に対し殺意を抱くに至った、理由や給油たちを、 スポーツクラブに呼び出した理由については明確な答えを出せていない。動機について学者から様々な説が出ている。犯罪精神医学者の影山つとむは、まず自殺を考え、最後に人生の見せ場を作ろうとしたと見るのが自然と指摘した。犯罪心理学者の福島明も自殺願望に言及し、社会や周囲への被害妄想を抱くようになり、 多くの人を道連れに死のうとしたのではないかと語った。この事件では、生活が破綻していた X が銃を合法的に所持していたこと、その機構から近隣住民が警察に銃所持許可の取り消しを再三求めていたにもかかわらず、特に対策が取られていなかったことから、法体制や所持審査のあり方が問われた。佐世保市の市長と市議会は、 銃の許可に再始チェックを強化するよう政府に意見書を提出している。町村信孝内閣官房長官は日本は銃器規制が世界一厳しい国であると言われているが現実にこういう事件が起きたと述べ事件を検証した上で反省点や改善点を探っていく考えを明らかにした。警察庁はべての銃保持者に自主的な委託保管を呼びかけた。また、 関係機関の連絡会議で自主的な規制や指導を強化する銃規制強化の動きは野党にも見られ民主党は12月26日銃の保管場所を原則自宅から警察署等に変更する方向で法改正を検討していることを明らかにした2008年4月25日銃等法の改正案が民主党から参議院に提出されたその後秋葉原で ダガーナイフを用いた通り魔事件が起きたことを受けて、ナイフ規制拡大を盛り込んだ改正案が政府から提出された。与野党の協議の末、2008年11月28日改正銃刀法が成立し、2009年1月5日施行された。改正銃刀法では、銃所持資格が28年ぶりに見直され、ストーカー行為家庭内暴力、 自殺の危険性があるものなどが結核自由に加えられた。銃と実行の保管場所については従来通り自宅を原則としている。ありがとうございます。